かでね、気持ちもちろん。プロフェッサーの今日の教育がこの1年間何度聞いたのか、正確に。鍋使って、そう、あれオフサイドだ。ポジションライン見ながらだったけどな。いや、岡崎うまい、いけるか。やりません、やりません、やりません。はい、一番フォワード、うん、まず何やっとんねん。そう、ナイスボール。うわぁ、ユースケに追いつかず。フォワードをちょっと下ぐらいの帝王だ、本当に。トップ下に行ったら帝王だ。あとで使うのもったいないよね。トップ下だよね、やっぱね。シャドウストライカーとしては、本当に。シャドウストライカー的だよ。横山とか下とか今のちょっと後ろに行きたいね。この岡崎みたいなのをさ、フォワードトップにあって、そのシャドウにね、ボールを落ち着かせてコントロールするのはやっぱり牧野だろうしさ、今のこのチームですね。その前なんだよ、それでやってる。
意外とどこでも使える選手が育つかもしれない。かもしれないね。ただ東海とかでさ、やっぱ今度市役所とやる試合とかでさ、そういう強い相手がどうなるか。次は今回はフォワードの初戦だ。本当だ。次に飛ばれたら続くぞ。そしたら次は本対高平の対石田だ。そう。石田とマッチアップして何やってるか。そこにいるパンダを取ってた。うん、クロが探してスギがね、スギはキックでも見てみたいって面白そうだったんだよね。そうなんだ。2009年のメンバーですからね。7月末現在のあくまでまだ2009シーズンの大会が今日一部のチームとしてで、そう今回もしも使い方がない多分県民でも県リーグだよね。セカンドができたとしてセカンドの方の扱いが浜田 FC の方かな。この大会で優勝してるんですよ。東海大学になってるんですよ。東海大学、浜田東海大学って、その下の2、3月の4月の4月の下の2、3月の4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 月の今回のそうなる可能性はある。だから社会人トーナメントを優勝したとしても、東海枠で前吉がいるから、前吉がそこには出ないで、ということはあるね。トップ対セカンドの試合が存在してはいけないのか。